ありがとうございます。もうまさか私も小さい頃からの憧れのリカちゃんが同じ制服を着てるなんて、なかなか人生で経験できないことなので、とても嬉しいですし、この LINE も一緒ですし、なんかとてもまた新しい時代を築き上げていくリカちゃんだなと思います。姉がすっごく好きで、で私も一緒に遊んでたりして、で実家にずっとたくさんのリカちゃんが本当にいて、でよく弟とかもこうお人形さんで遊んだりするの好きだったので、こう会話してみたりとかしたのをすごく覚えていて、あと今そのお芝居をしていると結構こうどういう服装かなとか、そのどういうタイプの女性がいいんだろうって悩んだ時に、なんかこうリカちゃんって本当にヒロイン像だと思うんですね。でリカちゃんを検索して、で今どういう服装をリカちゃんが着てるのかとか、どういう風な服装を着ると女性はどうやって見えるっていうのをすごくこう検索したりとか最近ですとしてました。